へえ。おい。これはワインがいい。まあな。なんでその一口飲むと必ず最後はベロンベロンに。そりゃ無理だ。勝てると思ってんのか。私の番ですね。仕事中なんだが、どうやら最近腱鞘炎みたいで。
カズ取り機を押すたび激痛が。おおいおい、無理すんなよ。そんなに痛いんなら休んだ方がいいんじゃねえのか。バイトを雇ったんだがドタキャンされてしまってね、休むわけにもいかないんだ。おお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 いおい、相当ヤバそうじゃねえか。あれだったら救急車呼ぶか。いや、カズ取り機さえ押さなければ何ともないから、それは結構だ。しかし代わりのバイトもなかなか見つからないし、近頃の若者は交通量調査のような地味なアルバイトやりたがらないからな。交通量調査、なんだそれ。何、君は交通量調査を知らないのかね。聞いたこともねえな。調査っていうからには難しいのか。なに、簡単さ。交通量調査はね、道行く人や横切る車を数える仕事なんだ。へえ。で、どうやって数えんだ。交差点の脇に座ってそこを通るものをこれでカウントするんだよ。どういうことだ。例えば車を数えるとするだろう。いったい。おい、大丈夫かよ。なんとか。こんな感じで車が通ったらカチッとこれを一回押すんだよ。わかったかい。おう、要は何かが通ったらそれを押せばいいんだな。その通り、バッチリじゃないか。じゃあルールがわかったところで早速交通量調査をやってみよう。おいおい、ルールは覚えたけどよ、まだやるなんて一言も言ってねえぞ。そんな。カウントしたくて仕方ないのに、痛みのせいでできない哀れな私の前でそんなことを言うのかい。頼むよ、生かしたパーマ君。痛みが増してきた。座りながらできるし時給も高いよ。やってみるか。本当かい。いやー助かるよ。君、名前は。春日一番だ。春日くんか、いい名前だね。私は未知の調べ。この辺で30年間道路交通量調査をやってきたんだ。30年。そいつは相当なベテランだな。まあね、カウントさせたら右に出る者はいない、ミスター交通量調査と同僚たちから呼ばれているよ。おっさん、そんなにすげえのか。今となってはこんな手だけどね。でもよ、そんなにひどい腱鞘炎になるってことは、交通量調査ってのは実はかなり力がいるのか。いや、力がいる仕事ではないよ。ただこの辺は交通量が多くてね、世話しなくカチカチしなくちゃならないんだよ。でも春日君は見たところ私より丈夫そうだから、体の心配はいらないと思うよ。へえ。じゃあとにかくひたすらカウントすればいいってことか。ああそうさ、この数取り機をひたすら押す地道な作業が道路の計画や建設に役立つんだ。たまに座ってカチカチやってるやつらはそのための交通量調査員だったってわけだな。そうとも。あれは車の種類やどんな人が通ったかをカウントしているんだよ。調査員が集めたデータをいろんな企業や団体が利用して街がどんどん発展していくんだ。へえ、初めて知ったぜ。では早速練習してもらおうと思うんだが、準備はいいかね。ああ、いつでもいいぜ。頼もしいね。じゃあ練習を始めるよ。はじめはお手並み拝見ということで、15秒間で男性が何人通り過ぎたか数えてもらおうかな。通り過ぎる男の数か。やってみるぜ。おお。
るほど。分かった。わかった。ありがとう。ありがとう。
ほど。ありがとう春日君、完璧。それにしてもこの辺りは昔から数えるのは大変だが、今までは気にしたことなかったけど、それにしても春日君、ミスター交通量何言って。それがね、私の腕はただの腱鞘炎じゃないようなんだ。え、痛みと腫れだけじゃなくてね、しびれも取れなくて、もう数取り機を使うのはやめろとお医者さんから止められてしまったんだ。そんな、何、心配はいらないよ。これからは現場リーダーとして下の世代に仕事を教えていきたいんだ。春日君、交通量調査をやってみて。え、それでも毎日こうやって数だから、これからは。じゃあ俺がその第一号ってわけかこっちこそいい後継者って言われるには。そうだ春日、それは私の意思を継ぐ。意思を継ぐ、何、重く捉えなくてもいいさ。そうなのか。もし私が、え、おっと、急用を思い出し、おい待てよおっさん、この仕事を継ぐ気はねえぞ。うん、なんだって。それじゃバイビー。行っちまった。ったく、なんだってんだよ。だが交通量調査員、なかなか深い仕事だぜ。こういう地味な仕事がこの町を支えてるのかもな。